皆さんこんにちは、ボンドチャンネルとチーパフォーマンスです。今回はボンド名古屋でカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはまた登場、飯村店長です。はい、よろしくお願いします。そして今回紹介する車がこちら、はい、BMW M5、はい、やってまいりました。やってまいりました。で、今回はちょっと久しぶりにオーナー様像に触れたいんですけれども、あ、どんどん触れようか。OK なんですか？大きいじゃないかな。実はあのこちらのオーナー様の車を、はい、以前もご紹介させていただいたことがあるんですよね。しました。なんとちょっと僕があの、はい、元気いっぱいって言ってちょっとざわざわした。いや、年齢は別にざわざわしてた、はい、別に年齢は関係ない、カスタマイズ関係ねえだろって言われた。はい、あの M4 のお客様のもう一台のお車ということで、はいはいはい、そういないっすよ。そういないね。4、5ってくる人いない、はい、俺もまあ、僕もね、割とこの業界長くやらさせてもらってますけど、そんな同じような車ばっかり持ってる人はそうそういないよね。そしてもうこの勢いがやっぱり車が違っても全く衰えてないのがちょっと嬉しくなっちゃいました。はい、はい、元気いっぱいです。そうですね、はい、でまずちょっと順番にご紹介させていただくと、はい、外装に至ってはもう超シンプル、うん、超シンプル、はい、あの今時のなんかちょっとこう押し出しの強いリップとかこうめっちゃ低く見えるリップとかなく、なしでもう純正オプションの、はい、M パフォーマンスのリップ、はいはい、だけということだけです。他になんかこう、はい、ヘッドライトなんか黒くしてみたりとか、あ、ない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 、エンブレム黒くしてみたりとか、ない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 なくない、はい、まあグリルはね黒くなってますけど、はい、もう本当に純正ライクな、はい、そして肝心なのが足元ですね、はい、もうここに全てが集約してる、もうここに全てが、はいはい、やってまいりました。はい、これまたすごくないですか。そう、このチョイス今そう、はい、あんまり気取ってるとまたあのコメントで、やばいね、はい、すいません。これ僕あの思ったんですよ。ちょっとあのセダンのかっこよさを再認識しました。うんうんうん、これセダンって最近ちょっと元気ない感じしません？ちょっとそうだね、 SUV の方がなんか元気ある感じするね。そうですよね、うん、なんかスーパーカーとかスポーツカーと SUV でなんかもうカスタムカー業界こう引っ張ってる感じするじゃないですか、ね、特に欧州車、ね、確かに。で昔ってもうそれこそアメタンこう第1次アメタンブーム第2次アメタンブームって、うん、言ってもセダンが主役だったじゃないですか。セダンだった。もうそれこそもう E60 とか、うん、はい、うん、211、うん、とかあの辺にこうアメタンバチンと出して、うん、はいはい、ちょっとしかもこう明るめのフィニッシュの、うん、はい、 それを少し思い出す感じの、確かに、はい、めちゃくちゃやっぱりかっこいいなっていう。やっぱりかっこいいね、はい、うん、でもうちょっと前置きがなくなりましたけど、はい、履いてるホイールがアナーキーのレトロシリーズ、はいはい、これレトロシリーズの発売自体は2年3年ぐらい前ですかね、ぐらいの狭かなですよね、うん、なんですけど、うん、割とこう少数派とは言わないですけど、うん、そんなにね、そうなんですよね、多くないよね。あ、もう圧倒的にね、あの 2P、1P でコンケーブって感じじゃないですか、うん、でもうこの辺の車だとやっぱりコンケーブしてるホイールの方が多いと思うんですよ、うん、今多いね、確かに。そこにあえてこうコンケーブしないディスクとステップリム、はいはい、これちょっと逆に新しいなと思いました。そうだからね、やっぱりその辺をやっぱもちろんかっこいいんだけど、コンケーブガーンみたいな、だけどやっぱこれはこれのかっこよさがあるかなっていうところで、で今回もうボディが真っ黒なんで足元だけちょっと華やかにするようなイメージと、あとはそのレトロっていうやっぱりシリーズなんで、ある程度このシンプルの、まあそれこそね、ブラッシュドとかポリッシュとかそういうシンプルなフィニッシュで、仕上げてみました。だから最近本当ないっすよ。最近割とこうダーク系の、そうね、色合いが多いじゃないですか、うんうん、でちょっとこうポリッシュとかもあるんですけど、うん、ちょっと明るめのボディカラーで、うんうん、なおかつ足元もこうっていうのが多かったですけど、このもう言ったら黒塗りのセダンに、そう、黒塗りのセダンにポリッシュを持ってくるって割とこう懐かしいっていうか、そうだね、はい、そうだね、王道、うん、ちょっと前、うんうんうん、だ最近あんまり注目されなかったのをあえてここに持ってくる、うん、はい、でこのコンケーブ全盛期に、はい、ステップリムノンコンケーブマッタリアディスク、はい、マッタリアディスクです。これちょっと本当になんか一周回って新しく感じますね、うん。でまたこのステップリップのやっぱりかっこよさを、かっこいいよね、再認識しました。やっぱりね、僕の記憶ではいい、あのアメタン第一次アメタンブームって多分リマースリムから始まってんじゃないか、はいはい、僕の少なくとも僕の記憶の中ではそうなんですよ、はい、でその後みんなステップステップって言い出したじゃないですか。、うん、いやもう段付きリムかっこいいよねみたいな、うん、言ってた、はい、
でもそれまではなんか行くどれだけリップを取れるかっていう、そうだね、のにも、うん、今で言ったらどれだけコンケーブさせるかっていうので、ね、うん、なんかみんな熱くなってたんですけど、うん、でその時はこうリムがどれだけ取れるか、うん、それが落ち着いたと思ったら今度段付きリム、うん、でそれをなんかちょっと彷彿とさせる、うんうん、ただその時と違うのは、うん、ディスクがめちゃめちゃ立体感あるんですよ。そうだね、確かにディスクはむちゃくちゃ凝ってるもんね。そうなんですよ、ね、うん、もうそれこそ20年ぐらい前ってディスク真っ平らで、この辺も真っ平らだったじゃん。だっただった。それが見てください、この、うん、この立体感、そうすごい複雑な、このセンターの周辺、この辺もすごい複雑だし、すごいですよね今だから。だから今回そのブラッシュドフェイスポリッシュウィンドウなんで、そこのブラッシュとポリッシュの違いがすごい分かりやすいかなと。もう本当に立体感とこのメリハリ、うん、でこのポリッシュはこれクリア乗っかってるんですか。クリア乗っかってます。あ、乗っかってるんですか。そうオーナーはこれまた変態で、あのね、ノンクリアにしてくれって言われたの、はあ、自分で磨きたいから。あ、はいはいはい、だけど、はい、やめた方がいいよって、クリアは乗ってた方が大変だからっていうことで、はい、まあ、今回はクリアを拭いて最終フィニッシュになってます。なるほど。クリア拭くとちなみにメンテナンスは楽になるけど、うん、ワントーンちょっと輝きは、まあ本当に微妙にだよね。で本当にもう毎日もう磨きたい、もうちょっとドエムな人は毎日、ね、磨きたいらしいよ。本当ですか。でもこういろいろ通ってきた飯村さんとして全力で止めといた。止めた。昔だってクリア乗ってなかったじゃん。乗ってなかった。もう本当後悔しかなかったもん俺。でピカールで磨いて、いやもう無理無理、雑巾真っ黒になるんですよね、うん、何日かかるのっていうぐらい。確かに、まあ、今回はちょっとオンクリアで、はい、オンクリアです。ただ全然あの透明度高いですね。高い高い、昔のなんかオンクリアより全然、うん、うん、そうすごい綺麗だと思う。普通にねクリア拭いてあっても、なんか昔話ばっかりしてるとまた怒られそうですけど、なんか本当にちょっといろんなものがちょっと頭の中でこう蘇ってきたりとか、はいはい、新しく感じたりとか、はいはい、でこれが22インチで、22インチです。こう、はい、ステップなんで余計かもしれないですけど、うん、なんかこう自然に履きすぎてて頑張ってる感がない。ないよね、うん、うん、本当になんかこうでかすぎるとおもちゃの ホットミールじゃないけど、あんな感じになりかねないですけど、うんうん、本当につらつらでぴったり、はい、ぴったり収まってる、はい、で車高も今回低めに、はい、これ低いっすね。そうこれでやっぱり高いと、これで指入っちゃうとちょっと違うじゃん。やっぱこれぐらい低くないとこれぐらいこれぐらい低くないと、はい、普通に走れます。いやもうめちゃくちゃ足元かっこいいなと思います。かっこいいね、はい、でもブレーキなんかはもう最初から大きいもん入ってます。そうで今回もキャリパーのペイントもすることなく、もう本当にさらっとホイールと足とだけで、いやもう超シンプルのかっこよさをちょっと再確認しました。はい、で細かいサイズでいくとフロントがこれ 10.5 なんですね。 10.5 に295252、はい、まあ、じゃあ純正よりかなりサイズアップしてアップしますルノに、なんかこう無理やり入れた感がない、まあ、ないよね本当。スポット収まって、うん、自然でどこも当たらないんですよね。当たらないです一切。それは飯村マジックなんですか。はい、いや川島マジックです。川島マジック、はいはい、川島メカのマジックみたいです、はいはい、そんなのがしっかり装着されてる、はい、そして、まあ、あとは純正でエンパフォーマンスのサイドスカート、ね、はい、サードスカートついてたりとか、はい、もう車がもともとかっこいいですもんね。車がかっこいいよね。だからもうちょっと本当にセダンまた勢いを取り戻してほしいと思っちゃうんです、うんうん、僕の周りがちょっとセダンがあんまりなのかもしれないですけど、うん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 、最近もう全体的に本当にちょっとセダンの元気がないなと思っちゃう。そうだね確かに。でも改めて見るとセダンのこうちょっといじった車ってかっこよくないですか。かっこいい。やっぱ車高とホイールでまたなんかこう見違えるよね、うん、ここの手の車は本当に王道だけどめちゃめちゃかっこいい、うんうん、そしてリアはもうワンサイズアップして 11.5 で、はい、リップも結構あれっすね。そうディープでしょですね、うん、フロントってこうもう2段目がこう、うん、あんまりこう、うん、見えにくいぐらいのリムですけど、うん、もうリアは2段目もしっかり見えるぐらい、はい、ちゃんとディープリムです。これはちょっとやばいなっていう。かっこいいよね。かっこいいっすね、うん、やっぱそのこういうまあ、あんまり人が選ばないものっていうのかな。できちんとしたブランドのものでクオリティの高いものっていうのがやっぱり一番こう最近はいいかな。まあもちろんそのこういう仕上げじゃないのもいろんなパターンもあると思うんだけど、まあ
ちゃんとディープリムでリムが取れて、で、まあ、ポリッシュもすごいクオリティが高くて綺麗 で足元華やかになると、なんか M5 ってやっぱりいいねみたいな、そうですね、再認識っていう部分はあるかなと。なんかこの元の良さをすごく再確認しました。本当にあの一つずつ見ていくと王道じゃないですか、こう黒いセダン黒いセダン、ポリッシュのリムの段付きのリムが欲しいって結構あの僕より年上の方だと結構多いじゃないですか。そうだね、そこを入れつつのこのディスクはもうなんか割と最新というか、うん、まあ、名前こそレトロシリーズですけども、はい、ちょっとレトロ感も感じさせつつ、うん、ちょっとデザインは新しい。そう、やっぱり立ち上がってるセンターディスクとかも立ち上がってるのがかっこいいよね。そういうで、これ今回 M5 で履かせていただきましたけれども、はい、結構ここから広がるんじゃないかなと僕思いました。やっぱこういうのが面白いよね。確かに、うん、やっぱりね、みんなと同じじゃないものっていうのがやっぱどんどん作っていきたい車かな。そうですね、うん、あのとんがったこうコンケーブももちろんそれもそれかっこいいし、もちろんそれはそれでかっこいい、はい、今もうめちゃくちゃ流行ってますけども、うんうん、あえてこうちょっとクラシックな感じね。そうですね、うん、はい、っていうのもちょっと再確認する、はい、車じゃないかなと思いました、はい、フェンダーも全く、そうですよね、これすごいですよね、走れます、これで走れちゃうっていう、はいはい、ディープカーも驚きみたいなそのぐらいのセッティングになって、はいはい、であとはもう本当に超シンプルなんで、そうだね、後ろも基本的に M パフォーマンスのパーツ、うんうん、になってます、はい、だから乗って楽しい、見て楽しいね、やっぱ M らしい、うんうん、普通に乗れるし格好もいいっていう。これさらっと本当にそのオーナー様が乗ってたらめちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいよね、ストリート感っていうか、うん、頑張ってない感じ、うん、分かってんなと思うもんねどこ目線、はい、こんな感じに仕上がっております、はいはいはい、いやめっちゃかっこよかったですね。いいね、これなんかあのまだまだちょっとこういろんなこう可能性を感じました。うん、だからこのレトロもそう、クラシックもそう、ヴィンテージもそう、まあこれもね、そのだレトロシリーズで24とかができたらまた話は変わってくると思う。あれレトロシリーズ今マックス22、あ22なんですね、うん、なるほど、だから24ができたりとか、まあこれもねその22まででもセンターロックになったらまた表情も変わるし、うん、確かに確かに確かに、だからいろんな使い方が多分あると思うし、だから逆にこの3ピースの良さを生かしてなんかセンターディスクとアウターリムを色変えてもかっこいいと思うし、何年か前にあのアナーキー その中の人ガイさん、うんうん、はい、来たと思いましたけど、もうレトロシリーズはやっぱりこう車庫ベタベタで履かせてほしいって言ってたら目の前に、うん、はい、ありました、はいはい、なんでちょっとこのレトロシリーズの可能性も感じたし、うん、やっぱりこのセダンの、そうだね、うん、確かにやっぱりかっこよくなるっていう、うんうん、ちょっと可能性も感じました、はい、なのでぜひセダンでもワゴンでも、はいはいはい、お問い合わせいただければかっこよく仕上げることができると思いますので、ぜひボンド名古屋にお問い合わせください。というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。